いどうも皆さんこんにちは。ということで今回はですね、こちらの駅、大阪府東大阪市にある石切駅に来ております。そしてこちらの奥にはですね、近鉄新生駒トンネルが見えます。こちらの石切駅はですね、こちらの大阪府のね、この生駒山地沿いにあるですね、駅となっております。ちなみになんですけどもね、こちらの石切駅なんですけども、奥に見えているのはですね、新生駒トンネルなんですけども、4700m くらいの、長さがあるんですけども、実は言うとですね、こちらの生駒トンネルはですね、昔、また別のところにですねあってですね、まだそちらのですね、旧生駒トンネルっていうやつがですね、まだ残っていて、石切駅もね、昔の石切駅も残ってると言われております。今回はですね、ちょっとね、工事をされていまして、そちらに行けなかったんですけども、ちょっとね、写真でお伝えします。こちらがですね、旧生駒トンネルとなっているんですけども、今はですね、でもこちらにはですね、行けないように、まあ、柵がね張ってあって行けないようになってるんですけども、かつてはですね、大正13年1914年ぐらいからですね、活用されていた、旧生駒トンネルとなっているんですけども、まあね、今ではですね、もう活用してなくて、もうこういう風にですね、トンネルの中も行けない状態になっております。関係者以外立ち入り禁止という形でなっているんですけども、まあかつてはですね、こちらを、活用してたって感じですね。はい、ということで今回はですね、まあ、そちらのがメインではなくて、タイトルにもある通りなんですが、こちらの石切駅はですね、なんと、絶景のねスポットがありまして、大阪の絶景が見れるですね、スポットがありますので、そちらをですね、今回ですね、見ていこうかなと思います。どんだけね景色がいいのか、まあですね、大阪のね、大阪の都市がですね、どれだけ景色がいい感じに見れるのか、ちょっとですね、見ていこうかなと思います。ということで行きましょう。ということで改札をでですね、しばらくあるとこちらの階段がありましてですね、こちらをですね上がると、その大阪のね絶景が見えるということで、早速上がっていきましょう。最近ねちょっとね、運動してなかったんで、ちょっとこういうね、ちょっとした運動もいいですよね。はい、ということですね、ようやく上がることができまして、絶景のスポットまで3、2、1、どうぞ。めっちゃいい、最高だなこれ。ということで、ちょっとですね、石切駅の周りをですね、ちょっと歩いてみましょうか。ということで、しばらく歩いてきたんですけども、ここからもね、めっちゃ見えますね。特に梅田のあたりがですね、めっちゃ見えますね。あべのハルカスも見えてですね、ここからもめっちゃ見えます。
い、ということでいかがだったでしょうか。ということで今回はですね、こちらの石切駅のね、大阪の市内が見える絶景スポットをですねご紹介いたしましたけども、いかがだったでしょうか。ということで皆さんもね、こちらの石切駅に訪れたことがない方や景色を見たい方はですね、ぜひともこちらの駅に行ってみてはいかがだでしょうか。ということで、今回はですねこちらの駅を紹介いたしました。ということで今回はこんなとこで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイビー。